すごいこれ有力、そんなん知ってますわ。だからあんなにね、URL に人が集まるわけなんですよ。だほとんどの人、このね、2500人ぐらい見てます。ほとんどの人なんて家帰ってビール飲んでね、野球見て旦那がダラダラしてるっていう話でしょ？そんなもんでしょ？ね。そうじゃなくて、こうやって挑戦とかさ、成長をやめない旦那が、それによってね、奥さんのね、とか子供のね、人生も分かれるわけですよ。お父さん、お母さんね、あなたでしっかりした方がいいですよ。だってうちのクライアントでね、その方はですね、ある T さんはですね、ドバイの顧客なんですよ、うちの。なので会計業務であったり、法人のセットアップであったりとか、うちが受け取ってるんですけども、ちょうどですね、2年前はただの主婦で、URU に入って、これ別に宣伝とかじゃなくて、普通のストーリーね。今、毎月、まあドバイだからね、キャッシュフロー見るんだけど、毎月2000万とか3000万、9月はめっちゃあったな。3000万とか4000万あったな。の、美容プロテインの B2B の卸をやってる方なんですけども、それの方は本当に自分で PL とか、ホームページを作ったりとか、本当にね、資産表も自分で読めるようになって、で、ドバイに子供2人と来てるんだけども、すごいですよ、本当に。だから、どうやってお金もなしにただの主婦で始めたのって言っても、やっぱできることを増やしたっていうだけなんですよね。で、これってすごいね、ROI で、なんか皆さんさ、ROI って言うとね、投資っていう話なんだけども、リターンオブインベストメントってね、支払った額にどんだけリターンがあるかって話なんだけども、そうじゃないじゃんと。ね。結局、どんだけお金が来たかじゃなくて、どんだけお金を払わなかったか。例えば皆さんがホームページ自分で作れなかった、ホームページ制作会社に依頼するわけだし、PL もできなかったらね、税理士とかよくわかんない、会計士とかにね、ただ打ち込む作業だけに何十万って払うわけじゃないですか。ね。そういうものを自分でできるようになるだけで、結局何十万何百万浮いてるわけじゃないですか。これだって立派な ROI なわけなんですよ。だから、できることを増やせば何も払わなくていいから、すごくスピーディーに安く何でも自分でできちゃうんですよ。すごいですよ。だからこの人はね、T さんはもっと世界でこのね、美容プロテインをもう日本は B2B だからね、ドバイの方は、とか中東の方は、ドバイの人ってこのカバーのマスクの人は結構すごい美容なんですよ。で、そういう時にね、このプロテイン絶対に流行るからって言って、そのでかい夢を持ってこっちに来たわけですよ。そういうね、こういうのを見てるとね、やっぱ僕も負けてらんないなってすごい刺激になるんですよね。見てみなさいよ。酔っ払いやん。そう、俺めっちゃね、実は飲んでるんですよ。うん、飲んだ後なんです。あんまり僕飲まないんですけど、ちょっとね、今日は飲んじゃいました。はい。本当ですよ。本当に。だって見てみなさいよ。本当この世の中の人なんてさ、本当に夢をね、こんな夢ありますとかね、みたいにね、こうやってやりたいっていう人はさ、そんな夢なんて語ってないんですよ。普通に、そんな夢なんてね、語る前に、夢見てる前に、普通に朝早く起きて夢から覚めて、誰よりもね、こうやって、いろんなことを学んでね、インプットアウトプットしてるだけなんですよ。はい。そういうことです。努力がすごいっていうことじゃないんです。努力するまでなら、なんか俺、すんげえ、今日なんか説教じみちゃってるな。はい。はい、そういうことですよ。